先月、プロ野球のドラフト会議で唐津商業高校の坂本勇人選手は巨人から育成6位で指名されました。今日は球団の武田康史チーフスカウトが学校を訪れ、将来打てるキャッチャーとして大成してほしいと期待を込めました。非常に素晴らしいホームラン、大ホームランを目にしました。その時には打てるキャッチャーとして欲しいなと。本当に今実感が湧いたかなって感じはしてます、ね。やっぱり育成選手なので、一日でも早く試合家に登録されるように頑張りたいです。唐津市浜玉町出身の坂本選手は身長177センチ、体重84キロ、強肩強打のキャッチャーで、夏に開催された SSP カップでは通算13打数9安打6打点と活躍しました。